宝くじ、当たらないかしら。宝くじか、何枚買ったんだ？いや、まだ1枚も買ってないわ。買ってもいない宝くじに、期待していたのか。まあ、つまり、宝くじを0枚買ったわけだ。なら0回当たるかもしれないな。言ってる意味がさっぱりわからないわね。0枚買う、0回当たるってどういう意味よ？ゼロがなんだかよくわからなくなってきたわ。実は、過去の数学者たちもゼロの概念の理解に苦労したんだ。中には、0マイナス4イコール0と言い出した数学者もいたりしたんだぜ。0マイナス4はマイナス4でしょ？数学者のくせにそんな間違いをするの？それだけ、ゼロが多くの数学者を狂わせてきたというわけだ。数学者でもゼロの理解に苦しんだのね。ゼロについて、もっと教えてほしいわ。それじゃあ今日は、異端の数ゼロについて説明していくぜ。お願いします。そもそもゼロって何なのよ。ゼロは簡単に言えば、何もないことを表す数だ。例えばサッカーの試合で、まだ得点していない時は、0対0というだろう。得点がないから0点と表しているのね。今では当たり前のように0を使っているが、0の役割や歴史を見てみると、とても特殊な数だということがわかるんだぜ。0の役割？ 0 に特別な役割なんて、あったかしら。大きく分けて、0には2つの役割がある。1、10、100、1000、万、と数を増やしていくと最終的にどうなるかわかるか？小学生の時に暗記するのが流行ったわね。1、10、100、1000、万、億、兆、計、回、ふん、無量大数、ね。あんまり覚えてないことはわかったぜ。まあ、普段は億より上の数なんて使わないからな。このように、漢数字では桁が増えるごとに、新しい言葉を決めなくてはならない。言われてみれば、不便な仕組みね。しかし、0を使うと、今言ってもらった数はこのように表記できる。1、10、100、1000、1万。後ろに0をつけるだけで大きな数を表せるのね。漢数字で、無量大数より大きな数を書くのはかなり難しいが、0を使えば、後ろに0をつけていくらでも大きな数を作ることができるんだ。0には大きな数を簡単に表す役割があるのね。漢数字以外にも、0がないために面倒なことになっているものがある。例えば、i や v や x を使うローマ数字が、0を使わない数字の書き方だ。ドラクエでよく見るやつ。ローマ数字では、1を i、5を v、10を x、50を c、100を l と表す。漢数字では、1、10、100なのに、そこからさらに細かく増やすのね。例えば83をローマ数字で表すとこのようになる。50プラス1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 プラス1プラス1というわけだ。大きい数字から書くのは漢数字と同じかしら。そうだ、まず大枠を説明して、その後に細かい部分を説明するのが、わかりやすいんだろうな。みじん切りをするときに、まず大きく切ってから、その後に細かく切っていくのと同じね。数を細かく切って並べてるという意味では、みじん切りはいい例えかもしれない。数学が苦手なのは、みじん切りが苦手だからなのよ。それは関係ないと思うが、話を戻すぜ、このローマ数字の書き方だと、計算をするときにすごく不便になる。ローマ数字で表すだけでも大変なのに、計算まで考えるとなると、頭がこんがらがりそうだわ。例として、83プラス37を考えてみよう。普通に計算したら、83プラス37イコール120ね。ローマ数字で書くと、37はこのように書けるから、まず、すべて並べてこのような形を作る。これで答えじゃダメなのかしら。最後の i、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 i が v で置き換えられるように、この後、文字を置き換えていかないといけないんだ。確かに、同じ意味の数字が2つ並んでいるのは変な感じがするわ。まず、最後の i を v で置き換えて、このようになる。vv は x で置き換えられるから、こうなる。その後、x5 を c で置き換えて ccxx。さらに、cc を l で置き換えて答えは lxx になるんだぜ。l は100で、x は10だから、確かに120になったわね。ローマ数字の計算が面倒なのは分かったけれど、0がないこととどう関係するのよ。いい質問だな。さっきの計算の途中でこんな数が出てきたが、ローマ数字では、ここから文字の置き換えを行っている xx という答えを導いたわけだ。まるでパズルをやっているみたいだったわ。この文字の置き換えは、普段の数字における桁の繰り上がりを意味しているんだぜ。3プラス7イコール10で、桁が増えるみたいなことね。この桁の考え方が、そもそも0を使わないと考えられない。あ、私も今無意識に、3プラス7イコール10って0を使っていたわ。0が重要な理由、少しわかった気がする。今説明したのが、0の一つ目の役割である、桁を表す記号としての役割だ。ちなみに、本題とそれるから説明は省いたが、ローマ数字では4を5より1少ない数として、IV と書き、9を10より1少ない数として IX と書くんだぜ。引き算まで出てくるのね。0がないなりに、簡潔に数字を表そうとした結果だろうな。それにしても、いろんなところで0が現れていたわ。それだけ、0の存在が当たり前になっているということだ。視力検査の時も、よく0が現れるものね。目が悪いんだな。じゃあ次は、0の二つ目の役割、数としての役割について説明するぜ。数としての役割？さっきの説明で出てきた0は、数ではないのかしら。さっきの0はあくまで、桁を表す記号だ。
例えば、1と10と100は違う数で、1より10の方が大きく10より100の方が大きいという風にな。数を区別する道具として、0を使っていたのね。じゃあ、数としての0というのは、つまりどういうことなの？数としての0は、何もないことを意味している。何もないのに、それを文字で表すっていうのは少し奇妙な感じがするわ。数字を扱う上では、その何もないことの表記が便利だったりするんだ。例えば公園に犬がいない時、犬の数を0匹と表せるようにな。犬が0匹というのは、犬がいないことを意味しているのね。他にも、2つのカゴに入ったリンゴの個数の差を考える時、差が0なら、2つのカゴには同じ数のリンゴが入っていることになる。リンゴの数の差がないということよね。その通り、例えば、2つのカゴにリンゴが3個ずつ入っていた場合、その差は 3-3 イコール0となるわけだが、数として扱うというのは、今みたいに、0を使って計算ができるということを意味するんだぜ。計算ができるって、どういうことかしら？計算というのは、足し算、引き算、掛け算、割り算の四則演算のことだ。2プラス0、2マイナス0、2かける0、0割る2の、どの計算も行えるといった具合にな。確かに、2プラス0は2に何も加えないから2、2マイナス0は2から何も引かないから2、2かける0は2が0個ある状態だから0、0割る2は0を2つに分けることだから0ね。小学校の算数くらいはちゃんとできるみたいだな。当たり前じゃない、あれ？でも2割る0はどうなるのかしら。痛いところをついてきたな。だってここだけ、順序が逆になっているんだもの。実は、0を使った計算において、0で割ることだけはできないんだ。0で割るって、0個に分けるという意味よね。なんだか頭が痛くなってきたわ。0で割れない理由についてちゃんと説明すると日が暮れるから、簡単に触れるだけにしておくぜ。大人の事情ってやつね。例えば0分の2の答えが A という数字になったとする。A という数字？答えがわからないから、仮に A とするんだ。そうすれば、とりあえず計算はできるからな。なるほど。そうして計算すると、A の0倍が2であるということになってしまう。0倍して2になるなんて、おかしいわね。つまり、0分の2はどんな数にもならないというわけだ。なんとなくだけど、0で割れない理由がわかったわ。0はツルツルしていて、割るのに向いてなさそうだし。物理的に割るつもりだったのか。まあ、0で割れない理由に関しては過去の動画で詳しく説明しているから、気になる人は、そっちを見てくれ。それと、これは余談だが、足し算と掛け算において、0は1の兄弟みたいなものと考えることもできるんだぜ。0と1が兄弟？ 0 を足しても、元の数から変わらないのと同じように、1を掛けても、元の数から変わらないといった具合だな。確かに、1倍するというのは、何もしないのと同じことだわ。そういう意味で、0と1は兄弟みたいなものと言えるわけだ。わかったわ。つまり、人1倍頑張るというのは人と同じくらい頑張るという意味なのね。それとこれとは話が違うんだがな。それじゃあ、0についてなんとなく分かってきただろうから、次は詳しく0の歴史について説明するぜ。何もないものを数で表すなんて、なかなか思いつけそうにないわ。その通り、最初に使われていた数は、獲物や植物の個数を数えるためのものだった。1、2、3って数えられればよかったわけね。この時、獲物がいない状態や、植物がない状態は個数を数える対象にならなかったから、当然、0も存在しなかったんだ。今でも、わざわざ宝くじを0枚買うなんて言わないわ。でも、数学が発展している文明もあったんじゃないかしら。いい疑問だな。確かに、高度な数学を持つ文明として古代エジプトなどが存在した。私知ってるわ、ピラミッドを作った文明よね。その通りだ、古代エジプトの数学は、基本的に土地を測量するための道具でしかなく、長さ0の線や、面積0の土地は存在しないから、0を考える必要がなかったわけだ。確かに、今のところ0は必要なさそう。じゃあ、なんで0が生まれたのよ。人類が最初に0を使ったのは、紀元前500年頃の古代バビロニアで、62と602みたいに、同じ文字を使った別の数を区別するために、記号として用いた時だとされている。確かに、0がないと、どの桁の数字かわからなくなるわ。602の場合は、10の位に何もないことを表すのに0を使っているのね。そういうことだ。ただ、この時はあくまで記号として0を使っただけで、数として0を扱ったわけではない。数としての0を最初に扱ったのは、5世紀頃のインドで、当時は0を点と書いていたみたいだ。記号としての0が紀元前500年頃だから、だいたい1000年くらいかかったのね。それで、インドの誰が0なんて思いついたのよ。実は、誰が最初に0を使ったかは分かっていないんだぜ。ただ、数としての0について書かれた最古の書物としては、628年にブラーマグプタが書いた、ブラーマスプタシッターアンタが知られている。0が、数と、シッターアンタ。無理やりだな。なんと、このブラーマスプタシッターアンタには0を使った四則演算についてまで書かれているんだぜ。四則演算って、さっき説明してた計算のことでしょ？ 0 で計算するなんて、私なら絶対思いつかないわ。ただし、0の割り算では0割る0イコール0としているなど、現代と違っている部分もあるんだがな。このインドの数字が、イスラム圏、つまりアラビア経由で、ヨーロッパへ伝わった。
アラビア経由で伝わったから、0から9の数字をアラビア数字と呼ぶのね。ただ、この0の概念は、ヨーロッパではなかなか受け入れられなかったみたいだ。気持ちはわかるわ。古代ギリシャの数学者であるアルキメデスが、数と数を足すと、その結果は元の数より大きくなるということを、数学のルールに加えようとしていたのも理由の一つだろうな。足し算したら、必ず増える、ということね。確かにこのルールだと、足しても数が増えない0は数ではないということになるわ。他にも、哲学者アリストテレスの自然は真空を嫌うという考えが信じられていたことも、ヨーロッパで0が広まらなかった原因とされているぜ。自然は真空を嫌う？どういうこと？どこにでも、空気やら水やら、何かしらの物体があるから、自然は真空を嫌っていると考えたみたいだ。まあつまり、真空は存在しない、という考えだな。真空がないから、真空みたいなものである0も存在しないと思ったのね。でも結局は、ヨーロッパでも0が受け入れられるんでしょ？その通り、ただそれは13世紀初頭のことになる。13世紀。0が使われてから800年も経っているじゃない。13世紀初頭に、フィボナッチという数学者がソロバンの書という本でアラビア数字の計算法を紹介したんだ。そこから、ようやくヨーロッパでも0が広まっていった。0便利じゃん、ってなったのね。これで、ひとまず一件落着だわ。ところがそうはいかないんだな。え？まだ何か問題が？0を計算に取り入れるようになったわけだが、その0で計算をしてみると、ある問題が発生する。例えば、0-4 は何になる ?0-4 イコール -4 でしょ？この当時、ヨーロッパでは、負の数の概念が受け入れられていなかったんだ。あ、それで、最初に言っていた、0-4イコール0の話になるのね。そういうわけだ、フィボナッチのソロバンの書に負の数のことが書いてあったが、まだ、負の数については理解されていなかった。マイナスはマイナス、ってことかしら。実際、0個のリンゴは、リンゴがない状態を意味しているが、-1個のリンゴだと、意味がわからなくなるからな。何もないよりも、もっと何もないって意味がわからないわ。そもそもマイナスってどういうことなのよ。それと同じ考えで、0より数を小さくすることはできない。つまり、0-4 イコール0だ。と、数学者パスカルは考えたんだ。そういうことだったのね。私、パスカルって名前聞いたことあるわ。パスカルは、数学や物理学、哲学など、様々な分野で業績を残した偉人で、数学においては、パスカルの三角形や、パスカルの定理などで知られている。数学に物理学に哲学って、とんでもない天才じゃない。パスカルの定理は、パスカルが16歳の時に思いついたみたいだぜ。まさに天才の代名詞だな。そんな天才が、0-4イコール0と考えていたのね。物を数で表すとなると、負の数は不自然に思えたんだろう。0個のリンゴから、4個リンゴを持っていくとリンゴは何個残るか？という問題の答えが-4個残るというのは不自然だからな。それならまだ、そもそもリンゴがないから、持っていくことはできず、結果は0、とした方が理解できるわ。数学者パスカルも0から4を引いても0だ。0は何もない無だから、何も引けない、と言ったそうだ。0のせいで負の数が生まれたから、結局は、また0に苦悩していることになるわね。0は、天才をも惑わす数と言えるな。他にも、フランスの数学者ルネ・デカルトは、方程式を解く際、答えが負の数なら、それは偽の解で、意味のないものとみなしていたようだ。デカルトって、座標の考え方を思いついた人でしょ？それなのに、負の数は認められなかったって、どういうことよ？デカルトは哲学者でもあったから、数の意味について哲学的に考えようとしてしまったのかもしれないな。また、言わずと知れた大数学者、オイラーも負の数に関しては現代と異なる考えを持っていた。ダジャレを思いついたけれど、言ったら数学好きな人に怒られそうね。意外と賢明なんだな。それくらいとてつもなくヤバい人だってことは知ってるわよ。まあ、そのオイラーだが、負の数は無限大より大きい数だと信じていたようだ。負の数が無限大より大きい？どういう意味よ。これは0で割るという話にも繋がってくるが、1割る 0.1 イコール 0.1 分の1イコール10、1割る 0.01 イコール 0.01 分の1イコール100、という風に1をできるだけ小さい数で割ることを考える。答えはどんどん大きくなっているわ。この結果から、1を0で割ると無限大になると考えた。割る数が0に近ければ近いほど、答えは無限に大きくなるということね。ならば、0より小さい数、つまり負の数で割ると、答えは無限大よりも大きくなるのではないか。オイラーはそう考えたようだ。無限大よりももっと大きい、難しいわ。無限大より大きいなんて意味がないものだから、方程式の答えが負の数になったら、それは意味がないものだと無視していたみたいだぜ。無限大より大きいなんて、無視したくもなるわ。まあ、オイラーは、意味がないと切り捨てながらも、負の数を使いこなしていたみたいだがな。何それ、オイラーやばい。今現在、負の数は借金や氷点下の温度を表すことに使われていて、なくてはならないものだ。-5000円持っているというのは、5000円借金しているということね。また、言うまでもなくゼロも普段の生活や計算になくてはならないものになっている。テストのゼロ点がなくなるなら喜ぶ人もいるかもしれないけれどね。その場合、点数の書かれていない無が与えられるだけだぞ。
まあ、そんなゼロや負の数でも、受け入れられるにはかなりの時間がかかったということだ。ゼロと負の数の難しさが分かった気がするわ。こうして、ゼロの存在が次第に受け入れられていったわけだが、現代において、ゼロは、何もないことを表すゼロや、座標原点や、温度のゼロ度のような、基準値としてのゼロ、コンピュータの内部で使われる、二進法としてのゼロ、などに使われていて、私たちの生活に欠かせない数だと言えるんだぜ。いろんなところに出てきて、いろんなところで役に立っているわけね。また、数学においては、唯一割ることができない数で、無限にある数の中で、例外的な扱いをすることが非常に多い数でもある。ゼロは、とんだ問題児だわ。問題児だけど、生活に欠かせないなんて、ゼロは不思議な数ね。ゼロがいかに得意な数か、少しでも理解してくれたならよかったぜ。理解できたわ。これからは、得意な数ゼロが出てくる問題も、得意げに解くつもりよ。得意だけにね。皆さん地獄の空気でさようなら。チャンネル登録をゼロ回している方は、ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。